おはようございます。こんにちは。こんばんは。ピーちゃんです。今回は、アースの疑問、大地に電気が流れる理由について解説していきます。それではどうぞよろしくお願いいたします。この動画を見ているということは、電気について詳しい方なので、水回りの電化製品についているこの緑の線がアース線であり、感電防止の役割があるということは、すでに知っているかと思います。アースによって感電を防ぐことができるのは、家電に不具合があった時に人間を通る道の抵抗とアース線を通る道の抵抗を比べた時に、アース線を通る道の抵抗が小さいためです。電流は抵抗が小さいところにたくさん流れていくので、人間を電気から守ることができるというのがアースの感電防止のメカニズムでしたね。内容が難しいと思った方は、こちらの動画でさらに詳しく解説していますので、後で見てください。この動画の本題はここからです。そもそもなんで地面に電気が流れるの?という疑問です。地面って土とか砂とか石とかなので電気流れにくくね?なんで大地に電気が流れるんだ?そんな疑問を持った方のためにこの動画を作りました。結論から言うと、大地は電気が流れる導体であり、抵抗は0オームです。本題に入っていきましょう。この動画では、大地に電気が流れる理由と、実際に大地を導体として使用している例を紹介します。まずは、大地に電気が流れる理由ですね。まずは、地面にある砂、土、岩の抵抗について調べてみましょう。直感的に、砂、土、岩の抵抗は、金属よりもめちゃめちゃ大きいことが想像できると思います。いろいろ調べてみた表がこちらです。はい。やっぱり、金、銀、銅に比べると砂、土、岩はかなり大きい数字になっていますね。金、銀、銅は砂の抵抗率100オームと比べてもざっと100億倍の抵抗があります。本当に地面に電気は通るのでしょうか?これを理解するためには抵抗の性質について知る必要があります。抵抗の性質について見ていきましょう。電気の通り道、これを邪魔するのが抵抗です。では、抵抗が2つ並んでいたらどうでしょうか?邪魔者が2倍になるので抵抗も2倍になります。これは抵抗が長ければ長いほど大きくなることを示しています。では、抵抗が太くなったらどうでしょうか。この場合、電気の通り道が広くなるので抵抗は小さくなります。つまり、抵抗は太ければ太いほど小さくなるということがわかります。以上のことから、抵抗は長ければ長いほど大きくなり、太ければ太いほど小さくなることがわかります。式で表すとこのようになります。抵抗 R は断面積 A 分の抵抗率 ρ×長さ L で計算することができます。ここで ρ というのがこちらの表の値になります。この表は長さが1、太さが1の時のそれぞれの材料の抵抗値を表しているということになります。抵抗の性質がわかりましたので地面の抵抗を調べていきます。まずは長さです。お家から電柱までは長くても100メートルというところでしょうか。それでは地面の太さを見ていきましょう。どの程度でしょうか。まだまだ大きいですね。結局、地面の太さはめちゃめちゃ大きく、地球のサイズということになってしまいます。抵抗は太ければ太いほど小さくなりますので、結果的に地面の抵抗は金、銀、銅よりも小さくなり、0オームとなるわけですね。ここまでで大地に電気が流れる理由が分かったかと思いますので、ここからは大地を導体として使用している例を紹介します。電気柵というのを知っていますでしょうか?電気柵というのは柵に電圧をかけておくことで動物が逃げないようにしたり、畑に野生動物が侵入しないようにしたりする役割があります。電気柵はこのように柵の部分に電圧を引火したものになります。普段は電気の帰り道がないので電気は流れていません。しかし、動物が電気柵に触れると、動物が電気柵と地面の通り道となり、地面を通って電源装置に帰っていく回路が形成されます。これにより、動物に電気ショックを与えることができます。このため、動物が本気を出せば簡単に壊せてしまう柵ではありますが、怖くて近づけないようになります。ちなみに、電気柵の電圧は3000ボルトから12000ボルトのものがありましたが、電流が断続的となるように調整されているため、誤った使い方をしなければ死に至るようなことはありません。しかし、過去には死亡事故も発生しているので、
法律によって規制されております。気になる方は調べてみてください。このように電気柵は大地に電気が流れることを利用した装置ということができるかと思います。それでは次に行きましょう。大地を導体として使用している例2つ目として高圧直流送電システムを紹介します。電気のタイプには大きく交流と直流があります。電圧を変えやすい、電流を切りやすいなどのメリットがある交流の電気を私たちが使っているわけですが、電気を遠くに送る場合は電線が少なく済む、電圧効果が小さいなどのメリットがある直流の方が適しています。今回は電線が少ないというところに着目します。私たちが使っている電気は3層交流で送られているので、電線は少なくとも3本必要になります。しかし、直流の場合は電気を送る電線と返ってくる電線の2本で済むので、電線が1本分お得ということになります。さらに地面を電気の帰り道として使うのであれば、どちらか1本を大地にすればよいので、電線がさらに1本お得ということになります。この例を一つ紹介します。日本国内にも直流送電システムはありますが、日本では大地を電気の通り道としているものはありません。あったら教えてください。ですので、海外の例を調べてみました。そうするとイタリアの方にありました。ヨーロッパを拡大した地図がこちら。こちらのイタリア、コルシカ島、サルディーニャ島は、大地を電気の通り道とした直流送電システムによって連携されているそうです。読み方が合っているかわかりませんが、サコイ高圧直流送電システムと呼ばれています。大地を電気の通り道としているものを、大地キロ方式と言いますが、こちらのシステムは海水キロ方式のようです。間違ってたらごめんなさい。以上、この動画では、大地に電気が流れる理由と、大地に電気が流れることを利用したシステムを紹介しました。大地に電気が流れる理由としては、抵抗の性質、太ければ太いほど小さくなるということが関係しており、大地の太さは地球の大きさぐらい太いので、抵抗値が小さくなり、導体として扱うことができるというものでした。また、導体として大地を使用している例として、電気柵と高圧直流送電システムを紹介しました。今日は以上。Pチャンネルではこの動画以外にも初心者向けの電気解説シリーズがあります。ご視聴いただけると喜びます。チャンネル登録、Twitter のフォローもよろしく。以上、最後まで見ていただきましてありがとうございました。